台南駅構内、右に大鉄縦間線の線路も見える。台南駅、新田六甲間の線路跡、赤病線は、台湾台南市と台南県赤病橋を結んでいた、台湾東京公子社路、生闘工場の運転系統としての鉄道路線の名称である。赤病線を構成する鉄道路線の正式名称は、台南駅から車路駅までが、台南線。 車路から、木人市駅までが五頭線、木人市駅から、赤病線駅までが、赤病線である。台南線と五頭線の線路は、台湾製党株式会社社路、製党工場が建設し産業用の専用線で、あったが、戦後は、台湾東業講師に接収された。1948年10月10日、地元住民の要望により、 ひひ石し赤病館の新線を建設し、仮営業線として旅客取扱い開始された。しかし当線は他の路線とは全く接続しない独立路線であり、まだ台南駅は市街地中心部、大鉄台南駅から離れており不便であったので、大鉄台南駅への新線を建設することとなった。新線の開業と同時の1954年6月6日に、 旅客ターミナル駅の機能が新設の台南駅に移り、台南地区港、間の旅客取扱いが廃止されたが、5港線として専用線に戻った。バスとの競合と自家用車の普及による、利用客の大幅な減少要因の一つとなっている。なお、台南赤病営業キロも、同区間のバスより長くて、便数も少なくなった。結局は1972年8月1日に、 全線での旅客営業を終了した。旅客列車はすべて各駅停車で、1日に3往復が運行されていた。台南東門徳光地区公マイナス車路、公壁に行った六甲危機市赤病線1954年6月6日の廃止区間台南地区港、ありがとうございます。